はい、皆さん、こんにちは。ダバオチャンネルの K です。今日は8月18日水曜日、フィリピン時間で今は2時40分ですね。早速ですけど、フィリピン市場の方を見ていきたいと思います。今日も良かったですね。3日続けて陽線でプラスですね。今日は、1.81%アップですね。始まりが6568ペソ。落ちてはちょっとですね、6567。で、上がっては6680。まあ、そのまま終わっていますね。で、細かいところ5分足で見ていきますと、今日は18日ですよね。すごいいいですよね。最初からずーっと上がってきてるんですね。で、最後の最後でちょっとまた落ちたと思ったんですけど、今日は、まあ、あれですね、ポンと上がる方ですね。ガンと下がるんじゃなくて、最後の15分でポンと上がりましたね。ということなので、明日もちょっと期待したいですけど、まあ、こっちと同じように行くんであれば、まあ、ちょっと一回下がってまた上がるのか、まあ、6600、まあ、700ぐらいで壁があるとすると、ちょっと明日下がってまた上がるのかですね。どうなるか楽しみですね。何にしても。今日のマーケットサマリーですね。97銘柄がアップ、88銘柄がダウン、55銘柄が、アンチェンジと不変でしたね。トータルボリュームの方が1.14ビリオンですね。11億株出来高ですね。で、取引回数の方、トレード回数ですね。7万2000回。まあ、ちょっと少ないですかね、両方とも。で、外国の方がちょっとまだデータが今出てきてないみたいですね。で、細かいところで見ていきますと、今日の、プラスが多かったのは33%ですね。取引回数も2190回と、テックですね。テックの W ってやつですね。まあ、ちょっと調べてもまだ、詳しく分かってないんで、もうちょっと調べていきたいと思います。昨日がマイナス12.4%で、今日が33.3%アップですね。まあ、ちょっと新しいやつでみんな動きが活発になってるってことですかね。で、次は EMP ですね。こちらが昨日ちょっと、16%の後にマイナス0.14で、今日また12.3%アップですね。すごいですね。ここがそこだったんですかね。まあ、ここでそこかなと思って、もう一回そこになって、そこから元気にまた上がってきますね。上がってきてますね。次は、ブルームですかね。久しぶりに見たような気がしますね。これが5.16と6.10の間で、まあちょっとレンジの動きに入ってるんですかね。まあ今上に来てるんで、今回この6.1とか6ペソあたりを超えられるかどうかで見ものですね。まあ、それかもまた、ちょっと力がなくなって落ちていくのか。次は SM ですね。ぐーっと上がって、ガンガンと下げられた後にまた頑張って登ってきてますね。まあ、この、960を超えたんで、次は120ぐらいなんですかね。そこを超えられるかどうかですね。そうすると、ちょっとまた上に上がっていくのかなとも思いますね。マイナスが大きかった分は、まあ、ちょっと取引回数少ないんですけど、マイナス6%の BUL ですね。まあ、これも、ちょっとそこは抜けたんですけど、V 字回復みたいな形ではなくて、ちょっとゆったりと、ゆっくりとこう、なんとなく上がってきてるんですかね。まあ、ちょっと横横な感じはありますね。まあ逆にこれが、もう買って、で、損切りを1.2ぐらいで想定していて、それを切ったらもう売り、それに近づいたら売りで、まあ、あとはずっと持っててもいいのかもしれないですね。まあ、こういうチャートですからね。まあ、今1.4ですよね。だから2とか3までまだ、戻るかもしれないと思えば、まあ、今は絶好の買い時なのかもしれないですね。次は LRW ですね。まあ、ちょっと昨日、買わなかったんですけど、ちょっと買うのやっときましたけど。まあ、今日はマイナス5%でしたね。2日続けてすごいプラスだったんですけど、19%、18%アップですね。ただ今日ちょっと5%で落ちましたね。個人的にはちょっとよくわかんないんで、そういうのは買うのはもう今はやめておこうかなと思ってます。
で、次は、取引回数別ですね。今日は、6680回の ACEN でまたダントツですね。2位の倍以上ですね。まあ、こちらがちょっと、この9.41ですかね。ここ最近の最高値のこの辺りで阻まれて、そこからちょっと落ちてきちゃってますね。まあ、これが8.5とか、まあ、この辺りで止まらないとちょっとずるずる下に行っちゃいそうな気もしないでもないですけど。で、ICT ですね。一時 ACEN と ICT 同じような感じだったんですけど、ここに来て、お互いこの最高値をの後にどう、ちょっと違う動きになってきましたね。ICT は、また頑張って上に登ってきてますね。まあ、今週ぐらいでこの最高値をまた狙いに行くかもしれないですね。次が BDO ですかね。まあ、BDO ちょっとレンジの動きに入ってるんですかね、これは。こういう、この幅ですよね。112とか、106とか、このあたりで、こう、上行ったり下行ったりするんですかね。まあ、下が上にこう行けば、まあ、それを抜けてきてるのかもしれないんですけど、ちょっと明日楽しみですね。これは下に行っちゃうと、やっぱりこう、レンジの動きになってるのかなっていう感じはしますね。で、BPI もまあそんな感じですよね。このちょっとこのぐらいの狭い範囲の中ですかね、80ペソぐらいから85ペソぐらいの間でこうレンジをしていって、どっちかにぐわーっと上がっていくのか、ガーンと下がっていくのかですね。で、次が DMC ですね。こちらも底をこの前つけて、8月の9日にそこで、これそこから、頑張って上がってきてますよね。壁も難なく超えて、今ちょっと6.3の壁に1回ぶち当たって、ちょっと下げられた感じですね。これを明日頑張って超えていってほしいものですね。次は、ALI ですかね。これはもう、下行ってっていう感じで、ちょっとレンジの動きに入ってるってことですかね。まだ様子見なんですかね。まあ明日がこう35ペソぐらいまでこう行くと、お、抜けれるのかな、抜けるかなっていう感じにはなりますかね。次はモンデですね。でも、やっぱり17の壁に阻まれて、ガンと落とされて、そこからなんとなく上がってきてますよね。また17を目指していってほしいですね。最後ですかね。GLO、グローブですね。まあ、似たような銘柄多いですけど、7月末、8月の2日頭ですね。8月の頭に底をつけてから、これはもうぐんぐんと上がっている感じですね。相当上がってますね。これ何%上がってるんですかね。14%ですね。16日間で。まあ、インデックス銘柄なんで、そこまで大きなプラスじゃないですけど、やっぱり頑張って登っていってほしいですね。もうだいぶ戻ってきてるんですね。2100、2200、2150か。すごいですね。ということで、今日のフィリピン市場は陽線でプラス1.81%ですね。まあ明日これ、ロウソクがこの上で動くんだったら、なんかもう7000に向けて、こう、また頑張っていくんじゃないかなってすごく強く思いますけど、下で行っちゃうと、またこういう感じで、のらりくらりと行くことになるのかな。また下がって、また頑張って上がってみたいなんですね。というところで今日もご視聴ありがとうございました。明日もよろしくお願いします。